はい、皆さんこんにちは、正和です。今日の動画はですね、35-150mm のタムロンさんのレンズの、レビューをさせていただこうと思います。僕はね、サラリーマンを辞めてすごく時間もお金も縛られない自由な生活をしたくて、まあ、リゾート地である宮古島という島に移住をして独立したんですけど、本当にね、独立をしてからはもうめちゃくちゃ今の生活に、充実してて満足をしています。そんな方がね、たくさん増えてくればいいなと思いつつ、写真とかね、映像の、知識をね、日々発信してるっていう形になってます。実はですね、このレンズ、今回タムロンさんからお借りしました。本当にありがとうございます。僕がね、実際に使ってみた、まあ、感想とか、あとは、どういったね、作品を撮ったのかっていうのもお見せしながら、ちょっと皆さんにね、このレンズのレビュー動画をね、していきたいと思います。で、結論から言うとですね、このレンズは買いです。企業努力がすごいです、このレンズ。本当に感動したんですよ、使ってて。そもそもね、F2 っすよ、ズームレンズで。やばくないですか、これがね。今回ね、めちゃくちゃね、僕使いやすくて、これ1本持っていけば、もうとりあえずね、写真撮影においては困んないんじゃないかなってぐらい、本当にマジでいいレンズでした。ってことで、レビューしていきましょう。そもそもね、35-150mm っていうこの領域をカバーできるズームレンズって、調べたんですけどね、もうソニーだったら、28-135 の F4 通しの、G レンズがあるんですよ。で、大体そのラインナップの中で35-150mm っていうのを出してきたんですけど、価格帯がね、まず圧倒的にね、安いんですよ、このレンズ。で、今ね、ちょっと口にした GM レンズとか G レンズってもう30万前後なんですよ。もうこれはでもね、しょうがない、もう当たり前なんです。ただこのタムロンさんの35-150ってこのスペックで19万8000とかで買えるんですよ。20万いくかいかないかぐらいで買えるっていうのが、あの、僕ね、めちゃくちゃ衝撃でした。やばいっす、これは。その領域のレンズってね、本当にマジで高いんですよ。だからカメラを始めたての方とか、カメラをね、趣味でやりだしてる方にとっては結構そのね、届かないレンズ帯なんですよね。って中で19万8000円でこれ買えるっていうのはね、かなり熱いんじゃないかなと僕は思ってます。はい、それがね、魅力の1個目です。で、やっぱり、あの、冒頭にもお話ししたんですけど、これ F2-2.8 なんですよ。だから 35mm の入り口では F2 から使えるんですよね。で、これもね、他のズームレンズってまあ基本 2.8 からが多いんで、 F2 スタートの 35mm ってもう単焦点やんみたいなって思って、これね、すごいんですよ、本当に。かなり画期的だなと思いました。もう35-150ってなるとレンズってね、やっぱ重いです。もうこれはしょうがない、しょうがないんだけど、 GM レンズとか、さっきのね、7リッパとかにすると、それでも軽い方なんで、僕はね、まあ、最初に言ったんですけども、企業努力が本当にすごいなと、このレンズに関しては思ってます。もう今時代の流れでこうだんだんとね、カメラマンとかもなんかこう、どっか大きな会社に入って社員としてカメラマンをやるんではなくて、自分で独立をしてフリーランスとしてカメラマンをやられてる方が増えてきてる時代で、やっぱりね、このレンズって、その時代に合った価格と、まあ、ラインナップだなっていうのはすごく感じたんですよね。例えば仕事で言ったら、ウェディングのね、カメラマンさんなんかは挙式とかの撮影でね、結構その 150mm とかでぶち抜いたりとか、あとは、新郎新婦が歩いて寄ってきてる時は3号でね、かなりちょっと広角で撮ったりとかっていう風に、これ1本で使い分けることができるんですよ。中小規模ぐらいのライブのイベントとかフェスとか、あとはまあなんかスポーツのね、試合とかなんかでも150まで伸ばせるって結構使えると思うんですよ。なんでこれ1本あれったら、フリーランスのカメラマンとしての初動がすごくね、楽になるなと僕は思いました。で、まあそれでいて、解像度もね、高いんですよ。レンズの重量が軽かったりとか、価格がね、すごい低い、安いレンズってちょっとこう写りがね、どうなのって気になる方多いと思うんですけど、僕はね、これ結構ウェディングとか、あとは今回、クラフトビルのね、イベントの撮影で動画として使ってたんですけど、いや、全然ね、解像度のなんか弱さというか、シャープネスの甘さっていうのは感じなかったんで、
これはね本当に使っててねいいなと思いました。で今ね流れてると思うんですけど、僕ねこの、クラフトビルドねフェスの動画に関しては手持ちで撮影したんですけど、浅いところが F2 まで使えるんで、暗くなってからの撮影とかもね全然明るさ確保できるんですよ。そこがね本当に使っててこう何の心配もいらないぐらい楽だったんですよね。であとねこうカスタムボタンっていうのが全部で3つついてるんですよ。このレンズユーティリティっていうソフトを使うことで、ここのねカスタムボタンに好きにこう自分でカスタムすることができるんで、まあ、これもね結構 GM レンズとかと近いような使い方ができるなっていうのと、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えだったりとか、あとはここにもねカスタムの入れ替えのボタンがついてるんで、これ結構ね便利じゃないかなと思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。 35-150mm の、タムロのねレンズ紹介させてもらいました。この動画がね役に立ったとか気に入ったと思ったら、いいねとか高評価またコメントねお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。